新年最初の天使のモーニングコールは、月刊幸福の科学2014年1月号の心の指針をお届けします。去年末一旦区切りを迎えた心の指針ですが、今月から新たにシリーズがスタートしています。番組でも引き続き紐解いていきたいと思います。さて、その今月の心の指針、タイトルはめげるな。早速朗読します。めげるな。人生に疲れた時、愚痴を言うのは人の世の常である。さぞ言い訳をしたいだろう。準備の時間もなく、十分な知識もなく、経験も足りないことで、他人の同情を引きたい気持ちにもなるだろう。私も子供時代にはそういう心の傾向性はあったし、それに打ち勝つのは大変だった。しかし人生とは、ピッチングマシーン相手にバッターボックスに立っているようなものなのだ。空振りをしたのでくよくよしていると、考える時間を与えないかのように、次から次へとビュンビュンと速球が飛んでくるのだ。そこでバッターはふと我に返り、またバットを振り始めるのだ。死を迎えるまでこのバッティングに終わりはない。涙を振り払い、バットを少し短めに持って、まずはジャストミートを狙え。向かってくる球を跳ね返すだけでよいのだ。そこから新しいチャレンジが始まるのだ。決してめげるな。人生を野球のバッティングに例えて、めげるなという励ましのメッセージが込められた今月の心の指針。皆さんはこの言葉から何を感じられたでしょうか。番組では先月2週にわたって、大川隆法総裁法シリーズの最新刊、忍耐の法をご紹介し、忍耐が新しい自分へと生まれ変わり、未来を開くためにあるということや、誰もが経験するスランプもさなぎの時代を経て一回り成長するためにあるということをお伝えしてきました。忍耐という言葉は、めげないとも言い換えられるのではないでしょうか。2014年の初めにご紹介する心の指針、めげるなには、私たちが人生を生きていく上で失ってはならない心の在り方が説かれているように思います。心の指針はこんな言葉から始まりました。人生
生に疲れた時、愚痴を言うのは人の世の常である。さぞ言い訳をしたいだろう。準備の時間もなく、十分な知識もなく、経験も足りないことで他人の同情を引きたい気持ちにもなるだろう。人生に疲れた時、愚痴を言うのは人の世の常であるとありました。自分は精一杯やっているにもかかわらず物事がうまくいかない時には、時間が足りない、勉強が十分じゃなかった、まだ若いから、あるいはもうお年だからという言い訳が心の中にもやもやと湧いてくるものです。ため息と一緒に、どうせやっても無駄という言葉がつい口から出て、努力を諦めてしまうこともあるでしょう。でも愚痴や言い訳を押しとどめるのはなかなか大変なことですよね。私たちの成長や進歩を止めてしまうものは、愚痴や言い訳というこのたった二つのことなのかもしれません。ではそのような弱い心に打ち勝つにはどうすればいいのでしょうか。心の指針はこう続きます。人生とは、ピッチングマシーン相手にバッターボックスに立っているようなものなのだ。空振りをしたのでくよくよしていると、考える時間を与えないかのように次から次へとビュンビュンと速球が飛んでくるのだ。ピッチングマシーン相手にバッターボックスに立つ、そんな経験皆さんはあるでしょうか。女性だと野球なんてやったことないという方が多いかもしれません。でもちょっとイメージしてみてください。小さなバッターボックスに立ってバットを握っている自分、十数メートル先にはピッチングマシーン、そして次から次へと投げ込まれるボール。そんな状況に直面したら尻込みしてしまったり、何球かチャレンジしてみたものの、早すぎるとか、もう疲れたなんて言葉を口にしてバットを早々に下ろしてしまうのが多くの人の姿かもしれません。それがこの詩編の中でのめげるということではないでしょうか。けれど心の指針はこう続いています。そこでバッターはふと我に返り、またバットを振り始めるのだ。死を迎えるまでこのバッティングに終わりはない。めげないバッターを想像してみましょう。めげないバッターは絶え間なく向かってくるボールを前にして、決して慌てずに冷静な心を維持します。それはそのバッターがボールを単なる苦難や困難ではなく、チャンスと捉えているからではないでしょうか。諦めずにバットを振っただけ腕の力が強くなる。諦めずにボールを見つめただけ球筋が読めるようになる。一回一回の空振りも次のヒットにつながる
成長の種と捉えることができれば、私たちもめげないバッターに近づけるかもしれません。書籍教育の使命にはこのように説かれています。世の中には言い訳をしたくなるような状況はたくさんあるのですが、もう一段自分の人格を輝かせてもう一歩を進めるためには、そこで踏みとどまって言い訳を排し、一歩一歩前進していく力が大事です。調子の良い日など待っていても来ません。一年中やる気がもりもり出てくる調子の良い日がいつか来るのではないかと待っていても、そういう日はいつまでたっても来ないのです。大事なことは、どのような状況下にあっても、どのような逆風下にあっても、雪が降ろうが風が吹こうが雨が降ろうが花粉が飛ぼうが、そうしたことは言い訳にせず一歩を進めていくという努力なのです。すべての人が人生という名のバッターボックスに立って、試練という名のボールに立ち向かっているということ。しかし投げ込まれるボールは同時にチャンスでもあります。くよくよしたり言い訳をして諦めてしまうのは、自分を成長させるチャンスをみすみす棒に振ることと同じことかもしれません。心の指針はこう続きます。涙を振り払い、バットを少し短めに持って、まずはジャストミートを狙え。向かってくる球を跳ね返すだけでよいのだ。そこから新しいチャレンジが始まるのだ。バットを握るとホームランを打たなくちゃと意気込んでしまうものですが、そうではなく、ジャストミートを狙うことが大切だとありました。書籍「仕事と愛」の中では、同じく野球の例えを用いてこのように説かれています。人生に失敗するのは、多くの場合その人が持っている完全主義が原因となっています。完全主義の欠点は、常に 100% を狙って結局ゼロを得てしまうことが多い点にあります。全打席でホームランを狙い、全打席で三振になってしまうことがよくあるのです。自分に今必要なことは何かを考えた場合、プロ野球の4番バッターのように常にホームランを期待されている人でなければ、大抵の人にとってはヒットを打つことが大事なはずです。そうであれば、ヒットを打つことだけに集中していけばよいのです。完全主義でもなく、簡単に諦めるでもなく、
目の前の問題を一つ一つ確実に捉えて自分の肥やしとしていこうとすること、それがどんな試練にあってもめげない心構えなのかもしれません。心の指針は力強い言葉で締めくくられています。決してめげるな。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。以前不動心という本を書いたこともあります。どんな時にも揺れない心を持ちなさいと、氷山のようにですね、海面下にどっしりしたものを持ちなさいと、そういう強さが必要ですというようなことも述べたと思います。不動心は確かに人生には必要です。いろんな難しい問題が出てきますので、その時に右往左往したり、気分が高揚したり落ち込んだり、神経質になったり鬱になったり、泣いたり叫んだり、まあビービーギャーギャーという人は多いですよ。人を見ると見苦しいと思いますが、自分自身がそうなってもそれを止めることも変えることも、まあ、できるもんじゃありません。そう簡単にはね。ただ、まあ、心っていうのは一種の粘土みたいなもんですから、どのように作ろうと思っているかによって形を取ったものとして現れてくるもんです。ですから平常心というものを、平常心を持とうと思えば、そちらの方向に心というのは調教され導かれていくものです。上がり下がりし、そうとなりうつとなり、苦しみをぶちまけ、愚痴や不平不満や怒りを周りにまくような人間は、他の人を見たらそれは素晴らしいとは見えないでしょう。しかしあなた自身がそうであるときに、それから避けられないということは悲しいことですよ。避けたいもんですね。自分は人の姿を見たら嫌だと思うのに、自分自身はそこから逃れられない。それは悲しいことですね。なんとか平常心を保ちたいもんですね。この平常心を保つのに、やはりストロングマインドが必要です。心を確保あるべしという方向に向けて常に訓練することですよ。それが大事です。そういうふうに思ってください。ですから大きな波も小さく受け止める、悲しみを調和し、喜びの時に有頂天にならず常なる心を求め続ける、いつも平静でありたい、いつも冷静でありたい、いつも淡々として精進する自分でありたい、まあ、そんな風に願ってください。これ自身が実は幸福になるための魂のコントロールでもあるわけですね。この安定した心、常なる心もまた持続する幸福の供給源だということを知ってください。お聞きいただいた説法は書籍
ストロングマインドに収められています。天使のモーニングコール、番組では最近改めて幸福の科学の基本的な教えをお伝えしています。三方帰依や伏せの心、四正道に八正道など、今日は上昇思考についてお送りします。今日もこの仏法真理を人生を照らす光として受け止めてください。常に勝つと書く上昇思考。無理無理、自分は負けてばっかり、挫折ばっかりだものなどとうなだれている人がいたら、その人に言いたいです。それ逆ですよ。人生に真に勝利するためのパワーをこの時間感じ取っていただけますように。ではまず、上昇思考とは一体どんな教えかご紹介します。上昇思考、常に勝ち続ける思考とは、成功からも失敗からも教訓を学び取り、人々を導いていける人間へと成長していくための方法論であり、その意味では工業思想と反省の両方を織り込んだ全天候型の運命開拓法なのです。上昇思考の考え方は、私が提唱する幸福の原理としての四正道、すなわち愛、知、反省、発展の中の反省から発展をつなぐ理論として出されているものです。反省と発展という概念、この両者をつなぐ思考として上昇思考が挙げられているのです。上昇思考という書籍から朗読しました。上昇思考は、成功からも失敗からも教訓を学び取っていく考え方。他人との競争での勝ち負けではありません。失敗も成功も長期の視点で捉え、自分との戦いにおいて常に勝利していくための考え方です。そしてこの上昇思考を真に理解するには、霊的人生観が必要です。書籍には、四正道の中の反省から発展をつなぐ理論として出されているものとありました。幸福の科学でいう反省とは、霊的視点、天上界の視点で自分の過去を振り返り、自分の仏性の輝きを取り戻すためのものです。現代は複雑な社会です。互いに魂修行をしている仲間と生きていく中で、葛藤や争いが生じたり、あるいは不可抗力の事態に陥ったりすることもあります。でも、愛と慈しみに満ちた豊かな心で他人や自分の過去を見てみてください。過去の他人の過ちも、自分の罪も、苦労した出来事そのものも、きっと受け止め方が変わってきます。むしろ苦労の多かった人ほど発展につながる力を持っているはずです。上昇思考、書籍にはこのようにも説かれています。
一つには発想の展開、すなわち新たな発想を持つことです。別な視点がないかどうかを常に考えてみる必要があります。もう一つは努力や工夫といわれるものの存在です。ここのところが極めて大事なのです。上昇していくためには気力も体力も大事ですが、それにも増して知力が大事です。知恵と言っても良いでしょう。知恵に基づく創意工夫、発明や発見が非常に大切なのです。上昇思考、そして上昇思考講義から朗読しました。新たな発想や努力、創意工夫によって人生の難所を切り抜けていく、例えば A を取れば B がダメになる、 B を取れば A がダメになるという状況よくありますよね。そんな時くるっと視点を変えて第三の道を発想することができれば、もうそれだけで道が開けていくこともあるものです。困難の時も知恵や技術、発想、努力、創意工夫を総動員して発展を目指していく、その過程で得たものを自分自身の力にしていく、これも上昇のための大切な考え方です。とはいえ挫折も失敗もないに越したことはない。失敗を思うと怖いし、チャレンジする勇気が出ないということもあるでしょう。また逆境に耐えかねて気力をなくしてしまうということもあると思います。そんな時はこの真実を思い出してください。この世に生まれてきたということは、物事がスイスイとうまくいくということばかりが前提になっているわけではなく、いろいろな経験を積み、いろいろな紆余曲折を経ながら人格が一段と大きくなり底光りしてくることを目的としているのです。そうした大きな人生の目的というものを中心に考えてみると、この世の苦難や困難と言われるものの正体は実は違ったものに見えてくるはずです。人間が永遠の生命を持ち天正輪廻をしているという前提に立った時、皆さんはこの現象界の事件あるいは経験というものを違った観点から見ることができるはずであり、それは自分に対する大いなる糧となる経験のはずです。これが上昇思考という考え方の立脚点です。人生の目的に立ち返って、挫折や失敗、苦難の真の意味を見つめてみましょう。永遠の生命をもって魂を磨いている自分が今肉体を持って汗を流しながら実人生を歩んでいる。さまざまなことがあるけれど、すべては魂を磨かせてくれる砥石です。皆さんの人生、それだけで魂を磨く修行、今までも苦労がいろいろあったかもしれませんが、これからもあるかもしれません。けれど
生き抜いてこられただけですごいこと、生きているだけですごいことです。過去もこれからもすべて自分に必要な経験が与えられています。こうした真実の目で人生を見守る眼差しを持つことが、恐れずに人生を歩むための勇気になるはずです。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。さて、この上昇志向が真にパワーを得てくるためにはどういうものの考え方が大事であるか、それを言っておきたいと思うのであります。それを一言で言うならば、私は不撓不屈の精神ではないかというふうに思います。この3年足らずの間に多くの人々を見てまいりました。いろんな方に接してきましたし、いろんな方の考え方に触れてまいりました。そしてその中で光が当たったり影になったり浮いたり沈んだり、いろんな小さいながらのドラマが各人各人にあるように私には見えました。私たちのこのささやかな運動、ささやかに始まった運動を起源として皆さんの人生は変わってまいりました。その中でいろんなことが身の回りには現れてきたように思います。それは一つの例にしか過ぎませんけれども、このようにいろんな人生の淵、光が当たったり当たらなかったり、自分の思い通りになったりならなかったり、いろんなことがありますが、そうした時に人々の行動というものを分類してみると明らかに二つに分かれるというふうに私は思います。一つは自分に順風ですね、都合のいい風が吹いている、追い風が吹いている時は調子がいいが、逆風になると簡単にダメになっていくタイプの人です。追い風がある時にはスイスイと進んでいくけれども、逆風になれば途端に船が進まなくなる、あるいは転覆したり、あるいは沈没したり、こういうふうになっていく人多いです。極めて多いように思いました。これとは逆の方もいらっしゃいます。それはこの不撓不屈の精神と言いましたけれども、最初の思いというのがどれほど強く純粋であったか、そしてそれが持続力に富んだものであるか、これを教えてくれるような方もいらっしゃいます。人々の思いというのはある時期に一時期盛り上がることはありますけれども、それが本物であるかどうかは時間の流れの中で証明される時が来るのです。ですから上昇志向という考え方はある意味において人生の時間を制覇するための理論でもある。人生の時間というものを勝利し自らの手の内に入れるための理論でもある、そう思います。この考え方を点検するためには、皆さん方一人一人が現在ただいまから、例えば半年前の自分はどうであったか、1年前、2年前、3年前どうであったか振り返ってみる必要があります。そしてその立場に立って今時点の自分を見てみる。そして確かに前進しているのか、それとも後退しているのか、道がそれているか、まっすぐに行っているか、こういうことを常に常に検討する必要があると私は思います。そしてその自分の辿ってきた道筋、それを振り返ってみて、やっぱり強力な一条の道、一筋の道というのがその後に残っていれば、確かに小さな戦いにおいては敗れることはあったのかもしれないが、大きな戦いにおいて勝ち続けているということだと思うのです。上昇志向というのはある意味で木が成長するような、そういう姿かもしれません。成長する過程においていろんな苦難や困難があります。
強い風が吹いて葉っぱが取れてしまうこともあります。また枯れそうになることもあります。肥料が足りなかったり根っこを掘り返されたりいろんなことがあります。しかしどのような苦難や困難があっても着実に着実に天に向かって伸びていく、その努力にこそ上昇志向は求められるべきではないだろうか。私はそう思います。お聞きいただいた説法は書籍上昇志向に収められています。上昇志向が自分の中に育ってくると、仏の作られる世界に一切の無駄がないということが分かってきます。だって仏は魂の親、私たちは仏の子、どんなにか愛されていることでしょう。この仏に愛されている実感、仏を信じる心、自分は仏の子だと信じる心があって初めて上昇志向はものになり、魂が底光りしてくるのだと思います。おはようございます。白倉律子です。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。何の苦労もなく楽に幸せに一生を過ごしたい、みんなどこかでそう思っているもの。でも人生にはいいことや楽しいことばかりが訪れるわけではありません。まるで人生の壁とでも言うような大きな問題が目の前に立ちはだかることもあります。学生時代の入学や卒業の試験、恋愛や結婚関係、社会人になってからは経済問題、家族や自分自身の健康に関する問題、そうした人生の壁が立ちはだかった時、皆さんはこれまでどんな風に乗り越えてきましたか？あるいは今まさに乗り越えることができなくて苦しい思いをしているという方、どんな風にその問題に立ち向かっていきますか？苦しい時、辛い時、泣いたりわめいたり右往左往したりするのではなく、人生を強くたくましく生きていくための知恵がここにあります。幸福の科学、大川隆法総裁が表す最新観、ストロングマインドです。ストロングマインド、力強い響きです。強い心、強靭な精神力と訳されますが、この本には著者自身がこれまでの歩みの中で培ってきた珠玉の精神が明かされています。一体どんな内容なんでしょうか？天使のモーニングコール、今日はストロングマインドで生き抜こうと題して、この新刊から人生の諸問題を乗り越えるための力について学んでいきます。本の前書きには著者自身が大切にしてきたストロングマインドへの思いが綴られています。ちょっとご紹介します。このストロングマインドという本は、心の持ち方、人生論を説いているもので、ある意味で私の宗教家としての円熟期の思想を体現しているものといえる。書かれている内容は、あるいは人生の壁を打ち破る法であり、耐性する人の条件であり、人生に勝利する秘訣でもある。霊的覚醒から約30年の歳月が、私自身の心を鍛え、人格の器の大きさを作り上げてきた。その間、通常人では決して味わうことのない人生の苦しみや悲しみも体験してきた。多様な価値観を内包する書籍群を出し続け、
千数百回の説法を続けているが、それはこのストロングマインド形成の日々でもあった。雨の日も風の日も酷暑の日も、弱き心を強き心に変えるべく向上の道を歩んできた。その我が姿を見つめ続けるもう一人の自分がいつもいたのだ。ストロングマインド、それはこれまで多くの苦難や困難を乗り越える中で磨かれてきた著者自身の精神そのものだったといいます。弱き心を強き心に変えるべく歩んできた向上への道、その中で培ったストロングマインドの精神を多くの人に持ってほしいという著者の思いが示されています。では、苦難や困難が訪れた時に動じてしまう人が多い中で、心揺らさず強い精神を保てる人はどこが違うんでしょうか。書籍にそのヒントを見つけました。私は自分に対して正直であったように、他の人に対しても正直でありたいと思っています。真理の探求において一筋であったように、真理の普及においても一筋でありたいと思っています。人の気を引くために、あるいは人の関心を得るために、迎合し真実をねじ曲げ、耳障りや見た目の良い言葉を並べて人気を博そうという気持ちなど、私にはさらさらありません。私は真理であると確信したものを述べるのみであり、他の人がそれを受け入れるか拒否するか、どう評価するかということに関しては全く気にもしていないのです。そして正直なる心、真実なる心を持って接すれば、世の中の誠実な人々は必ずや受け入れてくれるものだと思っています。真理に対する確信、正しいことはたとえ時間がかかったとしても人々の心に受け入れられていくという絶対の信頼。ここに示されるストロングマインドは決して上辺だけの強さではなく、正しいことは必ず実現していくという信念のもとに形作られていくもののようです。確かにいつもそういう強い心でいられたらいいなという気持ちはありますが、でもやっぱり人間ですから、逃げたくなったり弱い心に負けそうになることだってあります。そんな時はどうしたらいいんでしょうか。書籍にはこうあります。どうしても向上心が湧いてこない、やる気が起きてこないという時期もおそらくはあるでしょう。しかし自分を信じることです。深く信じることです。自分も仏の子であることを信じることです。今は力が出なくても必ずまた時節が巡ってくる。今は力が出なくても必ずまた時節が巡ってくる、季節が巡ってくるということを信じることです。動き回らず大きな水がめに一滴一滴水をためるようにして力をためていってください。そうすればやがて時が満つるとともに
力も満ちてきます。必ず力の満ちる時期がやってきます。苦しすぎて、辛すぎて、もう何も手につかないということも時にはあります。そんな時は焦らないことも大切なようです。力が満ちてくるまで、まるで大きな水がめに一滴一滴と水をためるように、まずは今日一日を精一杯生き抜くこと。必ず立ち直って人生を力強く歩んでいけるという自分自身への信頼、ストロングマインドを保つためにはこうした気持ちも必要だということです。また書籍にはこのようにも説かれています。悲しみの中にある人の心は洪水の中で揺れる木の葉舟のようになっていますが、大きな波も小さく受け止めることです。そして悲しみを中和し、喜びの時に有頂天にならず、常なる心を求め続けることです。いつも平静でありたい、いつも冷静でありたい、いつも淡々と精進する自分でありたいと願ってください。実はそれ自体が幸福になるための魂のコントロール法でもあるのです。人生の中で何が苦しいかといって、心が動揺し浮き沈みが激しい時ほど苦しいものはありません。喜びの時に喜びに甘んじず、悲しみの時に悲しみに染まりきらず、ただただ冷静な、ただただ平静な、もう一人の自分を育てていくこと。人生を力強く歩んでいくための知恵がここにもあるようです。今日は幸福の科学大川隆法総裁の最新刊、ストロングマインドを紐解きながらお送りしています。あなたの中のストロングマインドがこの一冊から育っていきますように。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。ストロングマインドではどうして得ることができるかということですけれども、それには長い自己鍛錬が必要であるというふうに私は思っています。一般に意志の力と言われますけれども、強い意志の力を持って生まれた人がいるかどうか、結果的にはそう言われる人はいますよ。大人になり晩年になり死んでから、あの人は強い意志の力を持っていた、強靭な精神力を持っていた、そう言われる人はいるのは事実です。その人生を閉じてみれば生まれつきそういう人であったかのようにも見えます。ただ言えることはですね、人間の素質として本当に生まれ落ちた赤ちゃんの時から強い意志力や強靭な精神力を持っている人はいないということです。それはやはり生きていく過程において
さまざまな人生の試練を乗り越えていく際に身につけていくものであると私は確信しています。皆さんも本心から言うならば、できれば何らの試みにも合わず楽に幸福に生きれたらなとおそらくは思っておられるでしょう。しかしながら、人生のある時に逆境と見えるものも現れてきます。逆風も吹きます。学業における挫折、仕事面での失敗、人間関係での葛藤、それから別れ、それから憎しみ、悲しみ、いろんなものが現れてきます。できれば避けたいというのは本心でしょう。しかし避けることはできません。そうした苦しみや悲しみを避けるということは、あなた方の今世における魂修行を無力化するということでもあるんです。せっかく生まれてきたのに大した修行もせずに人生を終えるということでもあるんです。確かに能力的なるもの、才能的なるものは生来のもの、生まれつきのものもあるでしょう。ただそれだけであったら人は進歩しません。その人に相応の人生の諸問題が与えられ、苦しみながらそれを乗り越えていくときに魂の輝き、徳とでも言うべきものが生まれてくるんです。ですから、我に試練を与える流れと祈る人よ、あなたは我に徳を与える流れと言っているのと同じなんだよということを申し上げたいんです。その試練の中であなたは魂の輝きを得るであろう。だから強くありなさい。自分に対して誠実でありなさい。自分の仏性に対して謙虚でありなさい。それを強く信じなさい、まあ、そういうふうに申し上げたいというふうに思います。お聞きいただいた説法は、今月30日発刊の書籍ストロングマインドに収められています。毎年3万人を超える方が自ら命を絶ち、うつ病に苦しむ方も多い、そんな世の中を見て、私たち番組スタッフも何とか強く生き抜く心を多くの人に持ってもらいたいと思っています。ストロングであるためには、今日最初の方でお伝えした正しいことを知っておくことも大切だと思っています。その正しさは、仏や神の御心を学ばないとわからない面がたくさんあると思います。これからも宗教的アプローチで皆さんの心をさらに輝かせる教え、これを伝えていきます。今日は今月末に発刊を控えているストロングマインドをめくりながらお送りしてきました。後ほどこの本のプレゼントのお知らせもあります。天使のモーニングコール、今日は月刊幸福の科学2012年1月号の心の指針、心意気を読み解きます。では朗読します。心意気。人間
心意気だ。能力があっても意欲のない人間には見込みがない。意欲といってもそのうちお金が手に入ったらやろうとか、みんなが応援してくれたらやろうとか、いい季節になったらやろうとか言っている人はダメだ。条件や環境が好都合だったら自分もやる気が出るのにと考えているような人は、人任せの言い訳人生を生きる人だ。あくまでも自家発電だ。みんながやる気のない時に一人やる気を出し、みんながもうダメだと言い始めても、まだまだこれからだと周りに葉っぱをかけられる人こそ真のリーダーであり、成功すべき運命を手に握っている人だ。心意気さえ本物なら、能力の不足は努力で補える。経験が不足していても周りの人々がカバーし押し上げてくれるのだ。今月の心の指針、心意気を朗読しました。1年の初めのこの心の指針としては、実にこうぴったりくるものがありますよね。皆さんはどう感じられたでしょうか。ただ聞きながら自分のことを言われているようで耳が痛い、そう思った方もいらっしゃると思います。心の指針はこう始まります。人間は心意気だ。能力があっても意欲のない人間には見込みがない。考えさせられる言葉です。意気込みとか気概とも言い表すことのできるこの心意気という言葉。人間結局は心意気だ。心意気こそ人間のすべてだ。そんな強いメッセージを冒頭から感じます。心の指針はこう続きます。意欲といってもそのうちお金が手に入ったらやろうとか、みんなが応援してくれたらやろうとか、いい季節になったらやろうとか言っている人はダメだ。条件や環境が好都合だったら自分もやる気が出るのにと考えているような人は、人任せの言い訳人生を生きる人だ。まさに耳の痛い話です。だってと言いたくなるようなことは世の中にあふれています。仕方がないとか、まだ木が熟していないとか、自分に言い聞かせることもいくらでもできます。でもそうやってできない理由を並べたところで、物事が一歩も前に進まないのは自分自身が一番よく分かっていることなんですよね。大川隆法総裁の説法、霊的に生きようの中には次のようにあります。皆さんにまず言いたいことは、環境に支配される人間になるなということです。環境に完全に支配され、環境のせいで自分は苦しんでいるのだという人は、正直ではあるかもしれませんが、やはり弱いのではないでしょうか。難しいことではありますが、環境に支配されるなかれ、むしろ環境を支配する人間になれ
と言いたいのです。環境に支配される人間にならない、これは言い訳をやめるということでもあります。考えてみれば、人生の中で成功のための条件がすべて揃っているという状況の方が少ないかもしれません。むしろ条件が揃っていなかったり、コンディションの悪い中で物事を進めなければいけないことの方が多いように思います。できない理由を並べるのではなく、どうしたらできるかを考える、それが心意気ある生き方につながっていくんじゃないでしょうか。心の指針にはこうあります。あくまでも自家発電だ。みんながやる気のない時に一人やる気を出し、みんながもうダメだと言い始めても、まだまだこれからだと周りに葉っぱをかけられる人こそ真のリーダーであり、成功すべき運命を手に握っている人だ。書籍「救星の法」から朗読します。誰もが調子の良い時に自分も調子が良いということでは不十分です。周りの人たちがあまり元気が出ない、やる気が出ないというような時に、一歩を進めるという気持ちを持っていると、他の人との違いが必然的に出てくるのです。したがって、他の人であればこういう時には元気がないだろうな、不愉快だろうな、憂鬱だろうな、などと思うような時には、いかに他の人と同じではない心の態度を作るかということが大事です。ある意味でそういう人が周りを照らし、いろいろな持ち場でリーダーになっていく人でもあると思います。リーダーたらんとするものはやはり自家発電ができなければダメです。言い訳をせず、環境に左右されることなく、自ら積極的に道を切り開いていくという心の態度を持つことが必要なのです。成功のための条件が少なく、みんながやる気を失っている時こそ、今日も一日頑張るぞという気持ちの人がいたなら、それだけでこちらまで元気になってきますよね。またそういう人は求められずとも助けてあげたくなります。この自家発電できるタイプの人こそ、周りに押し上げられリーダーになっていけるということです。心の指針はこう締めくくられています。心意気さえ本物なら、能力の不足は努力で補える。経験が不足していても、周りの人々がカバーし押し上げてくれるのだ。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。気力というものも
ありますね。知識や体力があってもですね、気力がない人ってやっぱりあんまり成功しませんね。見ててね、人間として迫力がない。ですから学校の成績は非常に良くてもですね、線が細くて、病弱なタイプですね。ガリ弁で線が細い、ひょろっとして、死神が取り付いてそうな感じの人はですね、やっぱり成功しないんですね。いくら U の数がいっぱい並んでてもですね、U が20個も30個もあってもですね、やはりそういう人はあまり成功しない。それよりも量とか川しかなくてもですね、やはり健康で、元気はつらくの人がやはり成功することが多いんで、それはまあ、統計的に見れば分かることなんですね。世の中はそうなってますから。ですから勉強だけできればいいというんじゃなくて、やはり気力というのは大事ですね。精神力、バイタリティですね、積極的にやり抜く力、これを持っておればですね、頭の足りない分なんかいくらでも補えるんですよ。一定の範囲ですけどね、もちろんね、一定の範囲ですけども、一定の範囲の中ではね、この頭の足りない部分をその気力で補うことができる。これも鍛えれば強くなるものなんです。毎日毎日ですね、自家発電できるんですよ。朝起きたらですね、今日も一日頑張るぞと、昨日よりも今日は一歩進めるぞと、毎日少しずつは、前進するぞと、ちょっとでも伸びればいいんだと、少しでも前進だと、一行でも勉強する、で一つでも覚える、何か工夫して一歩でも進むぞと、毎日これはですね、自分で心の中で思っていれば、そういうふうな前進力がついてくるんですね。そして成功へと向かっていくんです。でこれはですね、自分で発電しているようなものなんですね。もう自分で発電して、発電した熱によって自分自身が励まされる、そういうところがありますから、これも習慣の問題ですね。いかに自分をの勇気を振り起こすか、やる気を出すかですね。疲れている時であればあるほどですね、こういう時こそ頑張らなきゃいけないんだと、疲れている時に今日はダメだと朝から思ったら一日ダメですから、そういう時こそですね、鏡を見てニコッと笑ってですね、頑張るぞ、今日も一日頑張るぞと、最悪の時にこそ実力が試されるんだ、最悪の時にどこまでできるかがやはり実力なんだということですね。気分のいい時だけ仕事はできるわけじゃない、最悪の時でもどこまでできるか、頑張りどころですね。これも鍛えていけば気力もやはり実力があってですね、初段、2段、3段、4段と段があるんですよ。それ目には見えないけども段位があって差がついてくるんですね。これも1年2年と積み重ねば明らかに、白帯黒帯の差はついてくるんです。これも努力して鍛えることですね。いかに多くですね、その負担に耐えうるかということがですね、人間を伸ばしていくことで、ですから困難とか失敗とか挫折に当たってもですね、よし、これはまあ自分を鍛えてくれてるんだと、鍛えてくれる材料だと思ってですね、頑張ることですね。何にもそういう失敗も挫折もですね、困難なこともなければですね、もうそれ柳みたいなものになってしまいますね。そうでなくて、やはりガシッとした強い力を持つためにはですね、やはりそういう苦労の中で勝ち上がっていかなきゃいけないんですね。だから物ともせずに、その時に、貯金として気力というものができていくんですね。精神力というものがその時に貯金として溜まっていくんです。一旦得た精神力もこれも一つの貯金であってね、また使えるんです。できたらね、また次の南極の時には今度は軽々と超えられるんですね。その貯金に基づいてね、一旦作ったらね、かつてこのぐらいの南極を切り抜けたと思えばね、同じぐらいのものが次に来ても今度は簡単なんですね。簡単に、あ、これはいける、自分としてはこれは突破できると思えばいけるんで、これも一種の貯金なんですね。お聞きいただいた説法は書籍繁栄の法に収められています。気力のない人は迫力がないともありましたが、生きる態度というのは見た目にも現れるのかもしれませんね。生きていると積極的あるいは前向きな態度に水を差す出来事って結構たくさんありますが、厳しい現実を凌駕するこの心意気、本当に大切なんだなと思いました。先週幸福になるための心の法則をお届けしたばかりですが、私も今年はもっと心の実力を鍛えるためにも、毎日毎日言い訳をしないようにし、今日も一歩前に進むぞと自分に言い聞かせていきたいと思います。
時間発電によって出た光というのは周りをも照らしますから、未来を信じて皆さんも心意気で生きていってください。ではもう一度心の指針、心意気を朗読します。心意気。人間は心意気だ。能力があっても意欲のない人間には見込みがない。意欲といってもそのうちお金が手に入ったらやろうとか、みんなが応援してくれたらやろうとか、いい季節になったらやろうとか言っている人はダメだ。条件や環境が好都合だったら自分もやる気が出るのにと考えているような人は、人任せの言い訳人生を生きる人だ。あくまでも自家発電だ。みんながやる気のない時に一人やる気を出し、みんながもうダメだと言い始めても、まだまだこれからだと周りに葉っぱをかけられる人こそ真のリーダーであり、成功すべき運命を手に握っている人だ。心意気さえ本物なら、能力の不足は努力で補える。経験が不足していても周りの人々がカバーし押し上げてくれるのだ。